の方が、上手くて右側ね、ミドルの上田さん、未だにですね、宝塚フェンスの地図の案内で屋根の上のフィドラーで高さを取ります。真ん中ハンドリーに似てますのが、世界の山内さん、世界山ちゃんハンドリーで、最後、私ですけども誕生の方で数年なんですけども、どうもと言います。
バーチャー。はい、カントリーガセットの皆さんでした、続きましてですね、沖縄から来てくれましたですねバンドを紹介したいと思いますが、沖縄じゃないメンバーも、結構今回来てるみたいですけどですね、はい、それでは紹介したいと思います。はい、ブルーグラススカイラインの皆さんです。どうぞ。ブルグラススカイラインですけれども、沖縄と言いましても今ねちょっと紹介したように一人私一人とあと愛ちゃんが来てるのともう一人メンバーが来ておりますけれどもね、あのメンバーって他のブルグラスのメンバーが来ておりますけれども、まあ簡単に紹介しますと一番、右側がね、大阪から来ました金幸ですね。それから東京から来ました松本、それからフラマンは名古屋から来ました高田、はい、後ろはトシちゃんで、トシはね長い付き合いですけどもトシオ社長でございますね、はい、この5人でやっておりましてね、僕はまるで先ほどやっと合わせたというところでございます。楽しくいきますね、聞いてください。2曲目は おなじみの曲でグランドファーザーズクロック、はい、いきます。
はい、ありがとうございました。まあ揃いましたですね。もう最後の曲になりましたね。わざわざ沖縄から来て10分間勝負でございますね。10分間1分勝負終わりでございます。先ほどね、練習したのがなんと墓場でね、その下の墓場で練習したんでね、怒られまして、これ他人の土地から入ったらいけませんって言われましたんでね、皆さん気をつけてくださいね。はい、墓場は人の土地ですから、そこで練習しないでも、はい、ということで他にちなんだ曲でございます。 When you need a mother's prayer、When you need a mother's grace, thank her for the love she gave, and then tell her how much you miss her. When you hear at your dear mother's grave, when you hear at mother's grave.続きましてですね、バンドリズムワークショップで、バンドリズムクリークなんかもね、やってくれます、ソルアネモというですね、工房で、井上太郎君のバンドリーなんかも作ってるんですね、ルシアとしても、それからリペアもね、非常にですね、僕なんかもずっと演奏してお世話になってるんですけど、ミュージシャンとしてもですね、ループミュージックというですね、その世界ではですね、かなりのものらしいです。誰も知らない世界だと思うんですけどですね、それでアメリカのそういうループ音楽の、大会なんかにもですね、行ってるん、ですけどですね、皆さんもう十分に耳を柔らかくして聞いていただけると思いますが、
DI 入りましたけど大丈夫ですかね。今あのサブステージの、ワークショップステージの方ではですね、稲葉君のですねボーカルワークショップが始まります。これから始まるんでですね、ぜひね、ご来場の方が、それでは紹介したいと思います。多分皆さんにとって未知の世界じゃないかと思うんですけどですね、ループミュージックを聴いてもらいたいと思います。中西秀樹どうぞ。Thank you.
祭でですね、イベントがありましてですね、それの、中心的メンバーでもあります、山本さん、山本ジョブクラスというの、それでは、大きな口で見てください。ワイジョブクラスです。あそこで見て、あそこで見て、I was on a train that catch a brand on the ground.
ビンランド、イノセンティオバーチャク、イノセンソバソチャルトラクレンジャビンランド、ウィアンバディジャナウィアンバコモはい、ありがとうございます先にシンクからね、ご紹介ありましたよね。これからずっと音楽隊に参加させていただくだけじゃないですね。ミスからやろうというですね、仕事も兼ねてね、尼崎歴史音楽祭というね、イベントを10月4日にやらせていただく。身分バレましたか、私は尼崎市の職員でございまして実は尼崎来年、市政100周年を迎えるので、まあ、それをにぎやかに迎えようというプレイベントということで、尼崎の城内地区というと昔は歴史的なゾーンがありまして、そこをね使ってやっていただきたいと思っておりますので、ぜひ皆様方も参加いただきますようお願いいたします次の曲ですけれども、最近うちの番組も関係あるんですがね、ブルーグラス界のぶっこ者がね結構ね出てくるようになりました。ヘブンという曲をやってみたいと思いますけれども、日本人ですので、日本語に訳すと浄土という曲です。ヘブン。I wonder if it could be true. As there was mentioned eternal, summit after beyond the blue. I wonder if before.